全米インディアン若者会議はアメリカインディアンの権利団体。全米インディアン若者会議はインディアン寄宿学校を出て白人の大学で教育を受けたアメリカインディアンの若い男女の学生たちによって1961年8月10日にニューメキシコ州のギャラップで結成された。合衆国で2番目に古いアメリカインディアンの組織とされ、 全米に1万5000人以上のメンバーを要しているアメリカインディアンの最初の学生組織であり、彼らの目標のために直接的抗議行動を行った最初のインディアン組織である。ニック以前の全米規模のインディアン権利団体といえば、1944年に結成されたアメリカインディアン国民会議があるが、保留地の部族会議をインディアン部族の中心として、 合衆国議会の圧力団体として保守的に活動する彼らの運動方針はすでにこの時代のインディアンの若者たちの支持を得られなくなっていた。当時、1960年代は合衆国政府がインディアン部族の解消方針を強め、ここまでの約10年間で100を超えるインディアン部族が連邦認定を取り消され絶滅したことにされていて多くのインディアンたちが 条約権利一切を剥奪された上保留地の保留を解消されてその領土を没収され、路頭に迷っていた。絶え間ない白人社会からの圧力と差別の中、インディアンの若者たちはもっと直接的な抗議行動を熱望していたのである。ニックの構想は、1961年にシカゴで開かれた全米規模のアメリカインディアンの大会議で、数人の若者たちが、 合衆国の区月に過ぎない部族会議議長たちに厳滅したことに始まった。この若者たちの中には南西部インディアン若者会議からやってきた者もいた。会議の中で保守的な派閥による運動提示に対し彼らは反対意見を表し若者は声を上げるべきだとして独自の活動を始めたのである。この会議の後クライド・ウォーリアーやメルトム、ハーブ・ブラッチフォード、 シャーリー・ヒルウィット、マリー・ナカニ、ビビアン・ワン・フェザーラ・インディアンの若い男女は自分たちをシカゴ評議会の若者会議と名乗り、その夏にニューメキシコのギャラップで全米インディアン若者会議を結成したのである。初代代表のメルトムはニックの活動についてこう宣言を行っている。全米インディアン若者会議は現実的要求を満たせるという確信を持って、 私たちインディアン民族がより素晴らしい未来を得るためにその活動とプロジェクトを捧げます。ニックの最終目標はインディアン部族のアメリカ連邦政府との条約と狩猟、漁業権の保護である。彼らの抗議行動はインディアン国家と合衆国との条約による対等な立場での連邦協定の再確認が目標である。同時期の黒人団体の アメリカ合衆国市民として法律上平等な地位を獲得することを目的とするという公民権運動とは全く異なるものである。初代代表のメルトムによるニックの活動綱領には次のような序文が添えられている。現在、合衆国の決議に関係なく全米インディアン若者会議は連邦の名の下のすべてのレベルですべての人々の周知の上に インディアンの自決に反して、これを終了させようとする動きを正し、インディアンの固有の主権を形成するための政策を進展させようと努力しています。アメリカ合衆国の法の下に、インディアンに保障された基本的な権利の行使を揺るぎなく支え、連邦管轄に関する全面参加と同意を求めることは、インディアンにとって重要なことです。アメリカインディアンの歴史の中で今、 私たち若い世代は、私たちインディアン同胞が直面する困難を乗り切るにあたって全米規模で互いに団結することが好都合であること、また、インディアン民族の未来のために互いが助け合うための手が、とどのつまりは若者たちの手にあること、そして、インディアンの若者たちは、アメリカインディアンの地位に関心を持たなければならないということをここに確認しました。私たちはさらに、 全米規模のインディアン組織によって高められるだろう。アメリカインディアンの聖徳権の本来の強さをここに確認します。アメリカインディアンたちが必要とするものは多種多様です。その上その必要とされる貢献は元々の住人たちがアメリカに合わせたより以上にこれに合わせたものとなるのです。私たちはより素晴らしいインディアンのアメリカを信じています。1970年代には インディアン諸部族の保留地における石炭鉱の露天採掘と裏にウム鉱の採掘に関する問題を援助した。現在、ニックはインディアンの職業訓練、インディアンによる観光物を使った一般教育、インディアンの心境の自由、インディアンの政治的な参加機会の増加といった改善案件に取り組んでいる。インディアンは赤い。リア、お前は何色だと掲げた。 ニックのメンバーによるビアオフィスビル前でのフィッシュイコールイン講義でも1964年春、ニックは最大の抗議行動、フィッシュイコールインを全米一斉決行する。これは、州政府によって狩猟や漁業を制御とするインディアン部族が条約で保障されたこれらの権利を州政府に規制され、生活のために狩りや釣りをすることが密漁となり、 逮捕対象となったことに対する抗議行動だった。酒を主食とするコロンビア側流域のマックルシュ族、ピュアラップ族、ニスコーリー族など、ワシントン州北西部のインディアン部族は、1800年代にエリオット・ミサキ条約とメディシン・クリーク条約で、漁業権を条約保障されていたが、州政府は第二次大戦後の環境悪化を理由に、魚や動物を保護するとして、 釣りと狩猟法を制定し、インディアン部族にもこれを強要し始めた。インディアンたちは、我々の狩りや釣りは生活のためであって、白人のスポーツとは別物だとして、これに抗議したが、ワシントン州のスポーツマン会議は、白人の漁師に味方して、保護運動を指示した。インディアンによる、ワシントン州における、州法破りの釣り抗議での最初の逮捕者は、 ユアラップ族のボブサタイ役務だった。彼は1949年と1954年に州法に逆らって巨漁業を行い、州政府に密漁罪で逮捕された。この抗議行動は、その是非をめぐって、ワシントン州最高裁判所に持ち込まれたが結局、打ち切られ、案に州政府にインディアン部族の漁業管轄権があると示されることで、連邦条約と対立する。 この最定にめぐるインディアン部族とワシントン州の争いはさらに続くこととなった。1964年2月、ピュアラップ族の代表たちがアメリカインディアン国民会議とニックのメンバーに協力を求め、2大インディアン団体はこれを開拓した。白人たちがすでに当時全米に広がっていた黒人の公民権運動とこのインディアンたちの動きが結びつくと恐れ、 警戒を強める中、メルトムはこのインディアンの漁量権をめぐる抗議について、これは、インディアンの条約の問題であって、公民権の問題ではないと表明を行っている。ワシントン州の部族の漁量権確認抗議の動きは、フロリダのセミノール族、ネブラスカ州のウィンネバーゴ族、モンタナ州のブラックフット族、ワイオミング州の少々ニー族、南北ダコタ州の数族など、 数多くのインディアン部族の支持を集めた。抗議の方法は、ハンク・アダムスの提案によって、ワシントン州ピュアラップ側で、インディアンたちが州法に違反して、一斉に釣りをすることと決定した。これは、当時南部の若い黒人たちが行った抗議行動のシットイコールインから取ったものだった。1 9 6四年三月二日、ワシントン州ピュアラップ側で、ニックと インディアン参加者たちによって、フィッシュイコールイン講義が決行された。ボブ・サターヤ・クムヤ、ハンク・アダムス、AIM と交友の深い白人俳優の、マーロン・ブランドや黒人コメディアン・リック、グレゴリー、サンフランシスコ米国聖公会司教のジョン・ヤ・ヤンラも、フィッシュイコールイン講義講義に参加して逮捕された。翌日の3月3日に、ニックは、ワシントン州オリンピアで、抗議の大集会を開いた。 五千人の参加者が集まり、相互部族間最大級の講義が行われた。ワシントン衆議事堂の会談で伝統的な踊りが回れ、演説がぶたれ、州知事の大邸宅の前で一集団が出陣の踊りを踊った。クライド・ウォリアーは、フィッシュイ・コールイン講義がアメリカ・インディアンの歴史の中で新しい時代の幕開けだと宣言した。この第一回、フィッシュイ・コールイン講義では、 衆議会を動かせなかったが、参加した45以上のインディアン部族とニックのメンバーの多くは、このフィッシュイコールイン抗議が現代におけるインディアンの最大勝利であると考えた。フィッシュイコールイン抗議はその後も続けられ、その結果、1974年に米国最高裁判所はボルト判決を下し、インディアン部族はその条約規定によって、 ワシントン州で取れる魚のうち、その50%を取る権利があると命じた。大学でのインディアンたちによる、ニックが始めた、こうした革新的な問題解決の手段としての、フィッシュイコールイン講義や、抗議行進といった直接的な行動は、スラム育ちのインディアンたちの起こした、アメリカインディアン運動に引き継がれていった。また、黒人団体とも提携を行った。 1968年3月には、マーティン・ルー・サー・キング・ジュニアと会い、貧困者救済キャンペーンにも参加している。5月に行われた2000人規模のデモには、200人のインディアンも参加した。アメリカ・インディアン国民会議も、ニックと共に協力を呼びかけられたが、両者は意見が食い違い、今回はデモそのものには参加しなかった。メルトムは、この 貧困者救済キャンペーンに際し、インディアンの制度は病んでおり、内務省はウイルスの保給者であると連邦政府を手ひどく批判している。1972年、ニックは AIM のデニス・バンクスの提案によって決行された破られた条約のための更新にも参加した。これは、西海岸のロサンゼルス、シアトル、サンフランシスコから自動車キャラバン隊を出発させ、 途中インディアン保留地で参加者を募りながら、ワシントン DC まで抗議行進を行い、ホワイトハウスにインディアン条約の再確認を促すというものだった。11月3日に出発したキャラバン隊は11月9日にワシントン DC に到着したが、ホワイトハウスでは門前払いを喰らい、行きがかりでアメリカ合衆国インディアン管理局本部ビルの選挙抗議となった。これは、 全米の字幕を集める一大事件となり、同時にアメリカインディアンが一致団結した最初の事例の一つとなった。ニックは1963年からコロンブス以前のアメリカ人という月刊誌を発行している。これはレッドパワー運動の中での初の観光物だった。この解放は求心的なインディアンの考えを伝える主要誌となり、 180以上のインディアン部族会議が定期購読者となった。A.B. ウィルキンズ D.E. スターク H.K., アメリカンインディアンポリティックスア i c s a n リ the a m e r i c メリーランドロマンリトルフィールド・パブリッシャーズ・ハット・エビーター、チャック、アメリカン・インディアンズ、ヒストリー・2プレイズ・クエスチョンズ、 p335 ユニバーシティ・オブ・オクラホマ・プレスノーマン ISBN 0-8061-33139ナショナル・インディアン・ユース・カウンシルインクニック・ヒストリーリリーブドン2009年9月30日コブダニエル・ Cob, M、ネイティブ・アクティビザム・イン・コールド・オー・アメリカザ・ストラグル・フォース・ベリンティユニバーシティプレス・オブ・カンザスカンザス ISBN 九七八ゼロ七ゼロゼロ六一五九七一ブライニールケビンザ・サード・スペース・オブ・ソベリンティザ・ポスト・コローニル・ポリティクス・オブ・ U.S. インディジェナス・リレーションズ P129 百ユニバーシティ・オブ・ミネソタ・プレスミネアポリス MN ISBN 九七八ゼロ八一六六四九八八四 ABCD シュリーブブラッド・レーグレンレッド・パワーライジングザ ナショナルインディアンユースカウンシルザオリジンズオブ、インタートライブルアクティビザム、ディス、ユーオブメキシコ、2007、テロリア、V、ビハインドザトレイルオブブロークントリーティーズ、アンインディアンデクラレーションオブインデペンデンス、オースティン、TX、ザユニバーシティオブテキサスプレス、ISBN 9780292707542、フラーキー、スターリング、ナショナルインディアンユースカウンシル、W、 ニュー、メキシコオフィスオブザステートヒストリアン、2009、リリーブドン2009年10月4日。ありがとうございます。